伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み、すべてを無に帰そうとした魔人オロチとその手先、八血臭です。三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。これがボスのおっしゃった国章ね。せがれよ、ここは父に譲ってくれぬか。お
親父、そういう殊勝な態度は嘘くさいぜ。親に対する敬意ってものがないのか、このバカ息子。そっちこそ親らしくしろよ。こういうのは早いもん勝ちだ。明日うちの執事に上等なの届けさせるからさ。肉団子の話じゃねえ。じゃあ何に睨み合ってんの。なあ、この二人どうしちゃったの。あれ、キングオブファイターズ、はあ、なあおい、ちゃんと招待状見たのかよ。ルールが変更になってんぞ。3人1組のチーム戦だってさ。え、どれ。あ、おお、本当だな。どれ。これなら俺も親父もサウスタウンに行ける、うん、どうしても天才の力が欲しけりゃチームに入ってやらなくもないぜ、うん、ダイモン君一緒に行こう。うん、親父と俺が組めば優勝は間違いないな。ああ、どんな奴らもわしら親子の敵じゃない。イエーイ、イエーイ、うん、あなたちょっといいかしら。なんだい、ハニーチワン。あん、また外へ遊びに行くつもりね。ん、家事も手伝わないし、前に中についてろくなことしない。ハニーちゃん、お疲れ。何が痛いのよ。さっき話聞いたわよ。観念しな。おとなしく家にいなさい。でも不公平だよ。なんでわしだけ。今日のやつは。あの子は後回し。だいたい父親としてお手本を見せるどころか、子供と一緒に暴れ回って、この親にしてあの子ありね。ハニーちゃん、わしが悪かったからね、ね。ああ、わあ、あのクソガキ逃げやがったな、卑怯者。サウスタウンの子猫ちゃんたち、君たちの王子がやってきたよ。どこ見て歩いてんだ、この。すみません、あ、本当にごめんなさい。私ったらうっかりしてて。大丈夫ですか。あ、いや大丈夫。大丈夫だよ。俺くらいイケメンで大金持ちの王子様は、うん、いつものホストだ。行くぞ。これ俺のフェイスブック、お友達申請して。ごめんなさい、そろそろ行かないと。それじゃあ。待って、ねえ、よかったら今度クルーザーに乗せてあげるよ。船の上でパーティーしない、盛り上がること間違いな。なんだよ、あれ、なんだよ、二人いねえじゃん。あ、ちょっと待てよ。お前ら歩くの早すぎ。うわ、どうもすみません、失礼しました。大丈夫だった。じゃあね。
何見てんだよ。かっけえな。なんだよ、今さら照れるじゃねえか。そういえばこの町に極限流の道場があるんだ、行ってみないか。おお、無敵の竜だの最強の虎だのって名乗ってるやつらな。宇宙ナンバーワンの天才格闘家二階堂ベニマルと戦ったこともないくせに、よくもそんなザレ事を。とりあえずベニマルが先行だな。ベニマルがくたばったら親父を呼ぼう。うん、ふん、極限流は今日俺が潰す、覚悟しとけ。父さん、帰ってきたよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアテリー、ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ。それじゃあテリー、願い事して。うん、あっ、うわ、俺の大好きなチームのキャップだ。なんで欲しいの分かったの？それは秘密だ。じゃあ火を消して。久しぶりだな、兄弟子よ。何の用だ？秘伝の書を渡せ。貴様の手にあっても無意味だ。断る。ならば戦って手に入れる。強者にこそふさわしいものだ。戦う気などない、帰ってくれ。ほう、かわいい息子たちがいるようだな。貴様、挑戦を受けないなら彼らの命の保証はない。貴様、すまない、ちょっとだけ時間をくれ。何があっても外には出るなよ。その足では勝ち目はない。おとなしく負けを認めろ。貴様にこの秘伝の書は渡せない。ならば力ずくで奪い取るまでだ。
ん、しっかりして。ねえ父さん、今すぐアンディを連れてここから逃げろ。俺の塩のタンクルーの元へと。でも父さんは。お前たち二人ともいい子だ。大きくなるのをこの目で見ていたかったが。父さん、父さん、父さん、目を開けてよ父さん。あいつ絶対に許さない。俺が殺してやる。離せよ。なんで止めるんだよ。デリー、行く気だし。俺にも勝てないくせにどうやって復讐する。あれから10年か。お前らは何にもしないで見てればいいからな。あ、終わった後の拍手だけは頼む。それとボコボコにされたお前を運ばないと。そうだな。誰がボコボコに。あ、待ってくれ。くそ。待てこら。坂崎、俺と勝負しようぜ。ちょっと聞きたいことがある。なんだてめえは。はい、どうぞ、何なりと。これがギースタワーか。お前は不意打ちしかできないのか。そんなことはないさ。Oh!
卑怯な真似しかできねえのか。ところでベニマルは、ちょっと置いてくれ。どけって。ああまったくあいつは何やってんだか。なんで俺より早いんだよ。タクシー使ったの。タクシー、そうか。でもなんでここが分かったんだ。頭いいから。いや俺だって頭を。もう休んどれ。あれってサウスタウンの格闘チャンプのビリーじゃん。なんでこんな楽しいことに俺を入れてくんねんだよ。あいつ、こいつ、お前の手下がどかせろ。知るかこんなやつ。俺はお前らを倒しに来た二階堂ベニマル様だ。ベニマルでもベニ三角でもいいが邪魔すんな。ベニ三角だ。かっこ悪い矢棚つけんな。俺はスーパークールファイターのベニマル様だ。すんじゃおわれ。悪いな、こいつは俺の連れだ。今日のところはこっちで預からせてくれ。え、まだ勝負はついてねえのによ。お前は黙ってろ。ギースに伝えろ。極限流の KOF 出場を止められると思うなとな。俺とやる気ならリングで勝負だ。ところでお前は日本草薙流、草薙京。ほう、お前があの噂の天才格闘家草薙京か。極限流の坂崎亮だ。彼は俺の友人の大門五郎。へえ、名前は聞いたことある。柔道の達人だろ。うん。俺でしょ。次は俺でしょ。ねえねえ、うん、紅三角だっけ。よろしくな。なあ、時間があったらうちの道場に寄っていかないか。いいね、ぜひ。こっちだ。なんだよ、天才格闘家二階堂ベニマルの名前を知らないとは。あいつモグリか。おバカなベニ三角なら有名になるんじゃないの。なんだと。こら待て。おっと。ギース様、坂崎道場にはもう手を出すな。はい。
あんなんじゃ物足りねえよ。後でもう一回勝負な。ところでお前の技は光剣なのになんで無敵の竜なの？ああ、それはだな。おいロバート。リョウ、ユリちゃんがな。なんだ、早く言え。ユリちゃんが家出したんや。なんだと？お父さん聞いて、お兄ちゃんが KOF に出ちゃダメだって。こうなったら自分で何とかする。世界は広いって言うから見ててよね。行ってきまーす。ビー、このバカ娘が男みたいに喧嘩ばっかりして嫁に行けなくなったらどうするんだ。おっと何すんやわれ。おっとはっ、あああ、この子どっかで見たような気がするんだけどさ。どこで、いつだ。ああ、それ昼間に空港でお前とぶつかった子じゃないか。ああ、そうそう。でも今頃とっくに飛行機に乗ってるよ。ここ行きの。 I don't know。 ベニマル、御曹司なんだから人一人探すくらい簡単だろ。まあね。ああ、ふん、まったく、やはり一つできないのか。あ、もしもし、レイチェル。俺、ちょっと頼みたいことがあるんだけど。まあ、とにかく中へどうぞ。ぜひご馳走させてくれ。さあ、どうぞ。なあ。ほら。坂崎さん、サウスタウンに赤いキャップで赤いジャケットを着た格闘家っているかな。さあ、知らないけど、どうして。いや、別に。聞いてみただけ。ねえお兄さん、何してるの？隣、いいかしら。どうぞ。はい、アンジェリナよ。テリーだ。私にも一杯おごってくれる？ああ、もちろん喜んで。彼女に何か。俺の顔に何かついてるかな。どこかで会った気がするの。人違いじゃないかな。今日サウスタウンに着いたばかりだ。でもこの店悪くないね。なかなかいい雰囲気だと思うよ。でしょ、義理の父のギースの店だもの。ギース、本当に大物じゃないか。彼もよくここに顔出したりするの？いいえ、忙しいからあんまり来ることないわね。私より父に興味がありそうね。ごめん、深い意味はないんだ。一気飲みするから許して。飲むだけじゃダメよ。可愛い帽子かぶってるのね。それちょうだい。気に入ったんなら新しいの買ってプレゼントするよ。いいわ、約束よ。
大丈夫？ここ誰の島だと思ってる。勝手な真似してただで済むと思うなよ。おいみんなやっちまえ。人数が多いからって負け認めないつもりかよ。負けたら犬の鳴き真似って約束したのに。はっ、やるな。だあ、そう、仲間が嫌がった。あいつもやっつけろ。そろそろ行くよ。キャップ忘れないでよ。ついてこい。おい、サイモン。アンジェリナさん。サンキューな、俺はジョー東。俺はテリー。兄さん、アンディ強くなったな。ああ。彼はジョー東、復讐の話を聞いて手伝いに来てくれた。復讐のことは慎重に進めないとな。臆することはない、今すぐギースタワーに乗り込もうぜ。うん、待て。あ、ざっと探ってみたが、奴はサウスタウンの有力者で腕の立つボディーガードも大勢ついてる。そうそう、さっきもバーにかなりいたんだ。大丈夫さ、兄さんと俺、それにジョーもいればギースなんか怖くない。まだ兄さんは強くなればなるほど臆病になってきた。そんなに怖けりゃ俺たちが先に行く。行くぞ。まあ、オッケー。アンディ、相変わらず気の短いやつだ。我慢できないのか。我慢だと、もう10年も我慢したよ。おい待て。危ない！バカ野郎、死にてえのか！忍者頭、俺まだ飲めるぞ。飲める。まだまだ飲める。こいつ飲めないんだから別に張り合わなきゃいいのに。なかなか根性がある。大丈夫かロバート。当たり前でんがな。ちょっとすまへん。このバカ。坂崎さん、今夜はどうもありがとう。いや、こちらこそろくなもてなしもできなくて。ユリのことはくれぐれもよろしくな。わかった、情報が入ったらすぐに連絡するから。それじゃ、大会で会えるのを楽しみにしてる。こちらこそ。じゃあダイモン、行こうか。うん。坂崎亮も、あの赤いジャケットの男を知らないと言ってたな。一体何者なんだろう。一度勝負してみたいんだがな。もういい加減にしろよ。どんだけ食えば気が済むんだ。だって晩飯食ってねえんだもん。それにこんな高級料理食わなきゃ損だろ。お前もどう？いらねえ。
何の用だ。荷物のお届けです。通ってもいいですか。うん、どうも。でもうまいっしょ。そこそこな。あ、やっ、何者だ。さあな、当ててみな。捕まえろ。私への忠誠心しかない番犬は必要ない。それを忘れるな、ビリー。何をボサッとしてるんだ。さっさと荷物を下ろせ。早くしろ。状況は
確かに問題です。先ほどちょっとしたハプニングもありまして、簡単には潜り込めそうにもありませんね。ではすぐに撤収しろ。わかりました。それから任務中のタバコはやめろ。いえ、吸ってないですよ、全然。吸い殻は片付けとけよ。なんでバレたんだ。私はギース・ハワード。だがその昔、私にはもう一つの名前があった。もうその名は忘れてしまったが。シュトルハイム城は、かつて私の家だった。だが、父は母が正妻でないことを理由に、母と私を城から追い出した。私が手に入れるはずだったものすべてが弟のクラウザーに奪われたのだ。何の用だ。父さんに会いたい。無理だ。なぜだ。俺の体にもシュトラハイム家の血が流れている。俺も父さんの子、お前の兄だ。お前が卑しい生まれの分際で。どけ！殺せ！さもなくば必ずお前を殺しに来るぞ！殺しはしない。どうあっても兄弟だからな。だが消えろ。お前はもうここに必要ない。扉を閉ざされ、肉親への思いは凍りついた。だが変わって復讐の炎は燃え上がった。いつか必ず思い知らせてやろう、ギース・ハワードの憎しみと恐ろしさを。強くなるために私はさすらっていた。どんな手を使っても見つけ出すつもりだった。私を強者へと導いてくれる人物を。忘れがたき修行の日々、そんな安寧の時間がなぜかずっと続くと錯覚していた。そう、あの日までは。ギース、秘伝の書を盗む気か。ふん、あの老いぼれが悪い。俺もお前もあの人の弟子なのに、なぜ八極聖剣奥義、真の秘伝書の後継者がお前だけなんだ。気持ちはわかる。これは師匠の意志だ。それに秘伝の書を手にしなくとも、俺たちが八極聖剣の名を背負う後継者であることに変わりはないだろう。後継者は一人で十分だ。強者こそがふさわしい。ジェフ、お前に俺は止められまい。なぜ反撃しない。おじけついたか。ここで負けてお前より俺が強いと証明されるのが怖いんだろう。何、大丈夫か。ジェフ、俺はずっとお前より強いつもりだった。だがまさか
こんな力を隠していたとはな。俺が強いのではない、お前が背負いすぎているんだ。復讐のためにはもっと強くなるほかない。必ず秘伝の書を手に入れてみせる。二度と俺のものを奪わせはしない。お前は俺の一番の兄弟だぞ。それがなぜこんな下劣な真似を。俺に兄弟などいらん。兄弟はいつも俺のものを奪っていく。もういい。お前に失望した。俺の負けだ。殺せ。殺しはしない。どうあっても兄弟だからな。だが消えろ。お前はもうここに必要ない。殺しはしない。どうあっても兄弟だからな。だが消えろ。お前はもうここに必要ない。ようやくわかった。誠の力は孤独な人間にしか宿らない。いつか必ずお前を殺しに来よう。そして俺のものを取り戻す。この世界は私に対して全ての扉を閉ざした。もう暗闇しか見えない。だがこの無限に広がる闇の中にこそ私の道があったのだ。ジェフ、私のものを取りに来た。Happy birthday to you. あ、なんだよ親父。バカ息子、この親不孝者。あ、俺、わしを置いてけぼりにしてお前一人で楽しもうとは全く腹の立つ。キングオブファイターズの参加者はすご腕揃いなんだ。100点連覇のわしがいなければお前などすぐにポコポコ。親父、俺さっきさ、お前らがわしの助けなしで勝てるわけがない。今すぐベニマル君に飛行機のチケットを用意させろ。スペシャルコーチ&スーパー秘密兵器として言ってやらんでもないぞ。あの、俺さっきサウスタウンでオロチの気配を感じたんだ。何？封印の力が弱まったってことはないよな。わしは今朝からずっと部屋にこもって修行してるが別に変わったことはないぞ。封印が弱まるもんか。本当かよ。お前親を疑うのか。もう一度言う、わしがいる限り封印は安泰だ。バカ息子、飛行機の手配急げよ。これ以上母さんにこき使われるのはごめんだからな。何ですって？誰が誰にこき使われてるって？文句があるなら今すぐ荷物をまとめればいいわ。どこへでも飛んでいきなさいよ。もちろん見送りはなし。何をおっしゃいますやら、ハニーちゃんにこき使われることこそがこの草薙採集人生最大の喜び。だったらさっさと台所を掃除して。はい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 、ただいま。スケットは他を当たるしかなさそうだな。もうほらほらほら、早くして。私だ。物は届いた。予定通り進める。ところで
頼んでおいた件はどうなった？そうか、よろしく頼む。オロチ、今日お前試合にビビりすぎて幻覚でも見たんだろ。大門、飛行機の手配だ。親父を呼ぶぞ。え、なんだよそれ、俺を外す気か？予算か揉めるな。ふん。ちげえよ、スーパーヒーローベニマル様には折り入って大事な頼みがあってさ、お前が抜ける間だけ補欠で親父を出そうと思ったってわけ。ふん、なんだ頼みって？ KOF に出る選手全員の情報集めだ。あ、もしもし、レイチェル？ちょうどよかった。悪いんだけど、 KOF に出るやつ全員の情報をメールしてくんない？よろしく。うん、で、何か報告？マジ？坂崎由里が見つかった？どこで？本当に忙しいんだ。ジャンはまだ入院してるし、店を開けないと手術代を稼げないから。だったらなおさら KOF に出たら、それだけで5桁のギャラがもらえるのよ。一回勝てばその2倍。それどっからの情報？招待状には書いてなかったよ。お兄ちゃんがロバートさんと話してるのを聞いた。お兄ちゃんは嘘つかない。うん、5桁？まさか日本円？いやいやいや、そんなしけてるわけがない。うわっ、どれなら大金持ちじゃないか。でも1チーム3人なんだろ。あと1人は？あー、そこよね。それが問題なのよね。3人目一体どこで探したらいいのかな。ん？てめえよくもやったな。気に入ったぜ、このジャジャウマ娘。あら、言葉には気をつけなさい。もっと痛い目を見ることになるから。ふん。マイさん。ユリちゃん、キングさん。おっと、また来やがったな。しかも二人もいるじゃねえか。あの金髪いいっすね。でもジャジャウマも捨てがたいし、親分モテモテ。ねえ親分、俺に一人くらい分けてくださいよ。お願いします。あのロリッコとか。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。何がロリッコだ。あれは俺がいただく。てめえら、とっ捕まえろ。はい。課長戦。あんた。マイさんをいじめちゃダメなんだから、バビッと懲らしめちゃうぞ。やっ！
このクソ女の子。本当に久しぶりですね。マイさんに会いたかったんです。ないな。ねえ、でもユリちゃん、どうしてロンドンにいるの？お兄ちゃんが KOF に出ちゃダメだって、女の子はおしとやかにしてなきゃいけないなんて言っちゃって、お見合いまで仕組んだんだよ。ふざけんなっつーの。女だって戦えるんだから。はぁ、わかるわ、男って自分勝手よね。それじゃ一緒に出てみる？さすがマイさん、ここで会えたのは運命ね。キングさん、弟のジャン君の手術代が足りないんだったら私の賞金を全部あげるから。え、私もあげる。そんなの悪いけど、でも決まりだな、嬉しい。招待状を使わせてもらえるなら私の招待状は金に換えられる。決まりね、私たち世界最強の女子格闘家チーム。女子格闘家チーム。なんかいまいちね。もっと聞くだけで相手がビビるようなネーミングがいいんじゃない？女王チームはどうだ？いいわね、女王チームで行きましょう。男どもに思い知らせるの、この世を支配するのは女だって。賛成。ワン、ツー、スリー、女王チームファイト。アンディ、見てなさい。こっちは手当て中なんだぞ。ねえ兄さん、次はどうする？俺たち何をすればいい？動くな。何でも言ってくれ。もうちょっと優しくしてよお兄さん。心配するな、策は考えてある。何のつもり？アンジェリナさん、金はもう振り込んである。ただし私の口座にね。はあ？金を動かしたこと、ギースさんはご存知なのかな？
いくら欲しいの？ミューズのバラって呼ばれてるんだって。一度味わってみたいと思ってた。はあ、綺麗な肌だった。よっ！ごめんだわ。バカめ、お前みたいな安い女が上品ぶってんじゃねえよ。やめなさい。いい加減にしないと父さんに言うわよ。このことがギースさんに知られたらどっちかな、命が危ないのは。誰も気がしねえよ。だからな。その可愛いお口は後のお勤めのために休ませておけ。大丈夫か？貴様、何者だ？お金を返して。分かったよ、すぐ振り込むから足をどけてくれ。くたばりやがれ。やめて、まだ殺さないで。金だ。はい、すぐに。ちびっこ、あいつらは懲らしめておいたから大丈夫。もう泥棒なんかしなくていいんだ。ねえ、なんで私のことかばってくれるの？それは友達だからだよ。ほっとけるわけないだろ。ああ、また泣いちゃったな。あ、そんなに泣いたら体中の水がなくなってカラッカラの干物になっちゃうぞ。もうひどいわ、いつも私のことからかって。さてと、俺はそろそろ行かなきゃ。父さんとの稽古に遅れちゃうから、またな。ピョフォー。なあ、もう大丈夫か？おう、平気よ。ありがとう。ところで、どうしてここにいたの？ああ、それはたまたまだよ。通りかかったんだ。すごい偶然。ねえ、
どうやってお礼すればいい？私はクラブハウスサンド一つ、ソースはわさびとチリとマヨネーズで、あなたは？ああ、俺も同じのでいいよ。そのソースの組み合わせ、俺だけかと思ってた。また偶然ね。それじゃ同じの二つ。どうしてサウスタウンを離れたいんだ？なんだか歌うのに飽きちゃって。あなたは KOF に出るために来たんでしょ？うん。そういえば今年の大会は君のお父さんの主催だって。そうよ。見込みのある選手がいたら部下にするつもりみたい。さっきの男はマットって言うんだけど、多分あなたのことを父さんに報告する。あなたを見つけたら絶対ちょっかいを出してくる。早くサウスタウンから離れた方がいいわ。この赤いジャケットの男はテリー・ボガード。10年前育ての親のジェフをギースに殺された。ということは親父の仇を取りに来るな。どんな手を使っても。おう、うん、兄弟弟子を殺すくらいだ。強くなるためなら手段は選ばない。あとこいつ。そいつがなんだ？なんとなく気に入らねえ。はあ？パパ！私の一撃を食らってまだ生きているとは。今日のところは生かしておいてやる。ただし土産をもらっていくぞ。こんなに大々的な発表イベントまで開いて力が入ってる。次はもしかして。こっちに目線お願いします。笑顔で。素敵。見てください。I love you! Thank you! Thank you very much! 大会の参加者はこちらでサインをお願いします。おい、女神が来たぞ。女神だ。なんだ、芸能人でも来たのか。あれはアテナ。アテナ。こらこらこら、手出すな。触ろうとすな。えらい人気だな。ん？調子はどうですか？へえ、今日見ろよ、面白い白ひげじいさんがいるぜ。言って。バカ野郎、あのじいさんは中国憲法の達人で、名はチンゲンサイだ。アテナさん、今度の大会優勝できそうですか？今の心境は。どうも、チームメイトの二階堂ベニマルと大門五郎です。どうも、お久しぶりです。
堅苦しいのは抜きだ。一緒に出られて光栄です。よろしくお願いします。いやわしはな、そこにいる弟子たちに経験を積ませるため来たんじゃ。よろしくな。お忙しい中会場に来てくださったんですね。決まりね、優勝はアテナよ。間抜けそうな軍人。今回って結構強そうなやつが多いな。おまけにアメリカンスポーツチームも出るって話だぜ。でもまあこの俺様が倒しちゃうんだけどね、一人残らず。テンション上がるぜ。それじゃあ次はリングで会おうじゃないか。その時はくれぐれもお手柔らかに頼むよ。いや、こちらこそよろしくお願いします。アイさん、なんか緊張する。ダメダメ、弱気は禁物よ。女の子はもっと自信を持ってカメラの前に立てなきゃ。最高の武器を見せつけてやるの。ほら、行くわよ。ユーリー。あ、ん？このバカ娘、家に帰るぞ。私はもう大人、指図しないで。ロバート、ね、お兄ちゃんの肩なんか持ったら絶好だからね。ロバート、お前どっちの味方だ。せやかてりょう、落ち着いて花さんと。ピー。何？おい、ちょっと待て、ユリ。おい。なんて大きいの。はい、お嬢ちゃん、前見て歩かねえと血見るぞ。ほら、いい子にしてないと怖いでやんすよ。はあ、武器を持ち込んでいいのか。お前たち、また何かしでかしたんじゃないだろうな。人を笑ったりするもんじゃない。カメラカメラ。よかったんだ。元凶悪犯を二人連れて参戦だ。おい、何をやってる。参加の受付に行くぞ。わかった。お話いいですか。テコンドー界最強の格闘家であるあなたがどうしてまたあんな個性的な二人と組んだんですか。私の弟子だからだ。元は悪人でも修行して立ち直れば正しい道を歩める。でもかなり重い罪を犯したと聞いてます。そもそも KOF への参加資格があるんでしょうか。それは主催者側に聞いてください。すみません、あの2人に参加資格はあるんですか。行くぞ。まさかてめえらまで出場するとは思わなかったな。おい、こら、主催者なんだよな。わざわざサウスタウンまで来て KOF に出てやろうって俺たちにそういう態度でいいと思ってんのか。そうそう、今のはちょっとないんじゃないかな。マスコミの前で選手を侮辱なんてなあ。みんなもそう思うだろう。こっち見て、こっち、ね、あのビリーさん、マスコミの前で下手な騒ぎを起こしたらギース様の計画に支障が。嫌だな。自信のほどを聞いてみただけですよ。どうぞサインを。
なんでここに。いいじゃない、あなたも出るんだから。でも分かったから早く帰れ。なら約束して、これからはどこへ行くにも必ず私を連れて行くって。はあ、手荷物じゃあるまいし。うるさい。ひどいわ、あなたにとって私は手荷物一家ってことね。何、そんなこと言ってないし。でもそう思ってるんでしょ。なあ、話を聞けよ。言い訳はもういい。分かったよ、俺が。お前らさ、とりあえず落ち着いたらどうかな。部外者は黙っててちょうだい。レニマル、ヒーローの出番だぜ。美女を助けろ。あ、でかい。それにビューティフォー。おいおい、そこの兄ちゃん、そこのナイスバディちゃんに、じゃなくてお嬢さんに何してる。マイ、いい加減にしろ。ほっといてったら。美人さん、怖がらなくていいよ、俺がついてる。イケメンさん、お名前は。そうだ、何者だ。ホウキ頭。そうそう、どっから湧いてきた。ホウキ頭だと。このクセ野郎、てめえにほうき頭呼ばわりされたくねえ。なんだよ、てめえらやんのかこら。俺に殴られたくてちょっかい出してきたんだろ。ちょっかい出したのはそっちだ。殴られたいのはお前の方だ。本当はビビってんだよな。目が泳いでるぜ。そっちの綺麗なお姉さんもお前なんかお呼びじゃないってさ。ちょっと、あんたさ、主催者なんだろ。友達が揉めてんだ、なんとかしてくれよ。ぜん俺に会えたのは人生最大の幸運だぞ。始めろ。はい。パワーを上げろ。はい。始末しろ。はい。
まずいな。こちら。いたぞ。それ逃がした。できた。ああ。待て！急げ！逃げ切れそうにないな。じゃあ勝負だ。どっちがたくさん倒せるか。オーケー。もう逃げられないぞ。早く乗れ。逃がすな。捕らえろ。待て！急げ！走る！こら待て！自己紹介しよう。私はハイデルン、国際捜査官だ。国際捜査官？それが何の用だよ。半年前、アメリカ軍にとって未知の危険元素を含む国章が盗まれた。これにギースと KOF のスポンサーである R が関与しているらしい。国章だって？心当たりでもあるのか。ギースタワーの隠し部屋で妙な蛇の彫刻を見た。確かその上に国章の弾が乗っかってた。蛇ってまさかオロチの力と関係あるんじゃ。お前の方はどうだ。俺の心当たりは国際捜査官の手には負えないから、とりあえず忘れて。ギースと R が国章強奪の首謀者ならば KOF に出るのは危険だ。できるだけ早くサウスタウンから離れろ。断る。俺は草薙家の末裔だ。これくらいどうってことない。ご忠告ありがとう。だが心配は無用だ。分かった。だが慎重にな。くれぐれも余計な真似はするな。痛い目を見ることになる。ふん、俺を舐めんじゃねえよ。ふんふん、ただのアドバイスだ。実は私も KOF に出ることになっている。何か情報が入ったら連絡する。それじゃ。おい、赤ジャケット。俺の名前はテリーだ。あんたなかなかやるな。ちょうど暇だし手合わせしないか。運が良ければ決勝戦で会おう。ちゃんと勝ち上がってこいよ。俺は絶対に残るから。親父も来れたらよかったのにな。 KOF はますます面白くなってきたぜ。心配ない。私がきれいに始末する。入れ。ボス、ご命令の資料を。テリー・ボガードを知っているか。知らないわ。誰なの？命令を聞く羊だけが生贄から逃れられるのだ。
テリーを始末しろ。テリー、こっちよ。ごめんな、遅くなって。いいのよ、飲みながら話しましょう。子供の頃から今まで誰一人としてこの二階堂紅丸様に勝てなかった。だがあの草薙京ってやつだけは例外だ。この借りは勝利でしか返せない。誰から来る？ふん、こいつを狙ってんの俺様だけじゃねえみてえだ。小僧、この間は随分と世話になったな。あの時の借りを返してやる。かかれ。あー、つまんねえ。ゲームしてた方がマシだぜ。敵さん、大したことなさそう。小僧、今日がてめえの命日だ。おいてめえ、身内とは卑怯だぞ。貴様、一体何者だ。余計なまねを。はあ、俺様の名は二階堂紅丸。俺も参加させてもらうぜ。余計な世話だ。うぬぼれんなよ。助けたわけじゃない。お前を倒すのは俺様だ。あやつにみすみす渡すかよ。疲れた。お前、誰の恨みを買ったらこんなことになるんだよ。まだ死んでなかったのか。当たり前だ。お前もまだ死んでねえのに、俺が死ぬわけないだろ。ならさっさと死ねえ。付きまとわれちゃ迷惑なんだよ。おい、命の恩人に向かって、なんだその口の聞き方は。はあ？誰が頼んだよ。お前が勝手に手出してきたんだ。おい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 、恩知らずにも程があるぜ。俺はな、まあよしとしてやる。あれ？おい、どこ行くんだよ。まだ俺との勝負が残ってるだろ。興味ない。ああ、今日は俺も疲れちまったからな。お前ラッキーだぜ。明日まで命が長らえた。ところで、お前なんであいつらを怒らせたんだ。あんだけの数が出てくるなんて。お前、まさかボスの女を横取りしたとか。俺の彼女に付きまとったからな。マジか。お前みたいな偉そうな奴でも彼女のためなら必死になっちゃうのか。なあ、彼女ってどんな子？写真とかある？ほら出せよ、俺が見てやるから。黙っとけ、ごちゃごちゃうるせえ。お、ようやく元気が出てきたじゃねえか。いやー、でもさっきのは俺の助けがなかったらやばかったよな。
なあ、俺たち何人倒した？ 40?50? そんくらい言ってたよな、言ってたでしょ。あ、そんなに喧嘩好きならさ、俺とゲームやらない？最近格闘技落としたんだけど、すっげえ面白くてさ。うるせえ。ほら待て小僧、食い逃げする気か？ちゃんと金払え。食い逃げなんかしないよ。だってほらパパがそこにいるもん。パパがお金払ってくれるよ。あれがお前のパパ？あの若いのがパパなら俺はお前のじいさんだ。パパ、パパ助けて。仕方ない、パパになってやるしかなさそうだ。おい、そいつは本当に俺の子だ。え、本当にお客様の？でも、だったらなんでそんな離れた席に。あら、だった隣の綺麗なお姉さんはママじゃないの。僕が一緒にいたりしたら邪魔だろ。ああ、そうか。なるほど、了解。サンキュー、相棒。なんで嘘ついた？本当のパパは？パパなんかいないよ。じゃあママは？ママは死んじゃった。ごめんな。俺も子供の頃に両親を亡くしたんだ。じゃあ僕みたいな子供だったの？お前より運が良かったかもな。いい人に引き取られたから。僕なんか誰も引き取ってくれない。おじさんパパになったよ。もうパパって呼んじゃったし、僕おじさんについていくよ。いろいろ役に立てるしさ。え、ダメダメダメ。そんな目で見てもダメ。やめろ。根性あるガキだ。だけど本当に今は大事な用があって連れていけない。じゃあその用が終わった後でもいいから。はあ、あとね、あとがあるのかな。わかった。もしもあとがあったらお前のパパになってやる。でも今は連れていけない。はあ、決まり。指切りね。男の約束だよ。一発の大人ぶりやがって。ん？ほら、この金で食べ物を買え。無駄遣いするなよ。いつまでそこにいる？今は連れていけないって言っただろう。わかったよ。じゃあ行くけど。次はどこで会えるの？俺が見つける。さあもう行け。絶対迎えに来てね。テリー、サウスタウンを出て。どうしてだ？あなたはギースに勝てない。バレてるのよ、あなたの素性。私は味方よ。一緒に逃げましょう。誰も知らないところへ。私、本当はち…毒を飲ませなかったことには感謝する。だが俺のことを知ってるなら、この街を出る気がないことも分かってるはずだ。悪いな。
な必勝当てな必勝当てなデンス。え？え？大事なのは勝ち負けではない、平常心じゃ。あ、はい。アテナ無敵。アテナ、行きます。サワディークラップ。女の子相手に本気は出せないな。手加減してやるよ。あいつ油断しすぎだ。上チームの勝利。知らぬ今井選手は美しいだけでなく腕も立ちます。果たして彼女を攻略できる男はいるのか。これでもお兄ちゃんに偉そうなことは言われないわ。おーやー。おいおいおい、何を喜んでるんだ。お前はうちの子だろ。こら、離せ。あいつにお仕置きするんだ。で、他の試合はどうなったの。怒りチームはもうすぐ勝つはず。他の2チームはまだまだね。ねえ、じゃあ勝ったお祝いに美味しいもの食べに行こう。さっき良さげな和食屋さんを見つけたの。今サービスタイム中だし。うんうん、私はアンディの試合を見なきゃ。よっ、はい、っまさかこのまま1回戦敗退。兄さん、持ちこたえろ。アテナと同じ技で勝ったりで。お師匠様、ケースが勝ちそう。喜ぶのはまだ早い。これで決まりや。何や。ライフタッチ。ああ、見事でした。いや、勝負の行方は最後までわからないものですね。さあ、続いて登場するのはサイコソルジャーチームの陳玄斎選手。かなり手強い選手とのもっぱらの評判です。ジョー、戦況はどう？ん？どうなのよ。テリー頼みかな。あなたは一体毎日何のために修行してきたのよ。お互いに勝ち進んで決勝戦で会うつもりだったのに、こんなに早くボロ負けしちゃって情けない。テリーに頼り切るなんて弱気にも程があるって。まったく。おい、俺はジョー、アンディはそっちだろ。怒る相手を間違ってるよ。あなたたちチームメイトでしょ。テリーを応援しなさい。
テリーファイト、テリーファイト、テリー、もっと大きな声で、テリーファイト、テリーファイト、テリーテリーファイト、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 胸を借ります、ロシー。私の負けじゃ。受け取れ。師匠、なんでや。ガロチムの勝利。ロシー、お若いの、なかなかやるの。だが勝ちを譲ったわけじゃない。しかし勝ち負けの判断には人それぞれの基準があるのじゃ。お前たちもよく覚えておけ。どれだけ強くなっても上には上がある。修行の道に決して終わりはないのだ。はい、師匠。勉強になります。ああ。ギース様、アンジェリーナはあの男に騙されてるんです。もういい。あの娘をどうこうするつもりはない。小僧め、このままで済むと思うなよ。行くぞ。
反撃だ。なかなかいい腕をしているな。だがウォーミングアップはここまでだ。覚悟しろ。大丈夫だ。サングラスをかければ調子が戻る。草薙卿たちはどうなったかな。何が三発で倒した。何のためのトサカ頭だよ。大門、俺たちが勝つしかないな。うるせえよ。今気分作ってるとこだろうが。相手があまりにも不細工すぎていつもの調子が出ねえの。バーカ、試合に集中しろ。覚悟しろ、ベニマル様がぶっ飛ばしてやる。どないした？腹でも痛い？うん、違う。ほな、ええわ。肉まんく？うん。おい、ベニマル、気をつけろ。ああ、テイクイーゼー。祝杯の用意しとけ。
ああ、ちょっと力入れすぎちゃった。おい、でかいの、お前大丈夫か？師匠、魂に何か起きているようじゃ。第1ラウンド勝者、アメリカンスポーツチーム、ブライアン・バトラー。話せよ、あいつ絶対おかしいって。あんなになっても立ち上がるなんて、ドーピングに違いねえ。許せねえよ、文句言ってやる。やめろ、オロチ一族が絡んでるかもしれない。え、マジで？ダイモン、気をつけろ。うん。よっしゃ。手を置け。盗聴してたのか。これは罠だ。命を大事にしろ。行かなきゃ彼女が死ぬんだ。放っておけない。気をつけろよ。ボキって言ったよね。ダイモン五郎はただの柔道チャンピオンじゃないからね。
マイ、俺どう思う？足が折れたのにあんな飛び上がるなんて、どう考えても普通じゃないわ。なんかすごい薬飲んだのかな。ダイモン！スリー、ツー！果たしてラッキーグローバーはダイモンの手業から逃れられるのでしょうか。スリー、ツー、ワン、ダイモン逆転勝利です。あとは俺に任せろ。ってオロチの力を手に入れたのか知らないが、俺には通用しない。お前の負けは決まりだ。お前の頭じゃ理解しろったって無理か。焼肉になっちまっても知らねえぞ。まだやるか。力だ。もう一丁来い。おっと、コーナーポスト殴ってどうすんだよ。ダメんだよ。進出の4チームが決定しました。準決勝の会場はクルーズ船です。電話にも出ないなんて、兄さんはどこに行ったんだよ。テリーの居場所ならわかるぞ。
お前のことは伝えたよ。もうすぐ奴はここへ来て死ぬことになる。いいえ、来ないわ。毒を盛ろうとした私を助けに来るはずない。助けにも来ない奴のためにギース様を裏切ってどうなるんだ。あなたにはわからない。この世界にまだ一人ずっとお前を思ってる人間がいる。知ってるか。じゃあ逃がしてくれるの。ダメだ。ギース様が見張れと言った。計画を邪魔しないように。信じて、彼のところへは行かない。そんな嘘信じられるか。わかる。あんたと彼の違いが何か。私が好きな男は狼のように自由のために戦うの。犬みたいに首をつながれて尻尾を振って媚びを売ったりしないわ。ピエリ、何する気。なぜわからないんだ。奴は間違いなくここで死ぬ。道連れになるつもりか。私の勝手よ。あなたには関係ない。とにかく今夜奴は死体になるんだ。誰だ。よう。ダメ、テリー、早く逃げて。これは罠なのよ。逃げて、テリー。テリー、これは罠なの。分かってる。まずはここを出よう。やるな。大した度胸じゃないか。だけどな、今夜ここがお前の死に場所になることには変わりない。ついてこい。やれ。ここがお前の死に場所だ。誰のこと言ってるんだ。俺たちは聞いてない。リングで戦うより気持ちいいや。何。しかし、分かった、すぐに向かう。畜生、始末しろ。一人残らずだ。入れるんだ。今証拠を探してる。これじゃいくら倒してもキリがないな。屋上に行くんだ。
ハイデルンが脱出ルートを確保してるはず。そうはいくか。兄さん早く行け。大丈夫だ。ああ、そうだよ、女連れだと気が散ってしょうがないからさ。分かった、気をつけろよ。どこまで恩知らずなんだお前は。お前があの時ジェフの育てていた兄弟の片割れか。だったらなんだ。態度がなっとらんな。目上の者にはもっと敬意を示せ。お前に対して敬意などあるか。なんと美しい町だ。生めかしい女のようじゃないか。知っているか、20年前何も持たない貧しい若造だった私は自分に誓った。いつか必ずこの町の主になり、あらゆる人間を従わせてみせるとな。くだらん憎しみなど捨て、私に従え。今までのことは水に流そう。いくらでも金と女をくれてやろう。悪いな、生まれつきの貧乏性でね。それに貴様への憎しみは殺すまで消えない。忘れていた、お前はあのクソ真面目なやつの弟子だったな。腰抜けのジェフにそっくりだ。ではかかってこい。パワーウェイ！たまった！弱すぎる！
しまずに殺してやる。地獄に落ちろ。アンディはもう日本に着いたはずだ。ん？金目のもん一つ盗めなかったくせによくものこのこ帰ってきやがったな。今日こそぶっ殺してやる。逃げろ。くせえ、ボサッとするな。おい。ありがとう、さっき助けてくれて。礼なんていいさ、友達だろ。まだ痛むか。マイクの野郎め。そうだ、あなたの父さん、あの、だからもうすぐサウスタウンを出て父さんの師匠だったタン先生のところに向かうんだ。なあ、お前も一緒に来るか。サウスタウンは出るの？ああ、一緒にサウスタウンから出よう。タン先生にお願いすればきっとお前も引き取ってくれる。でも心配。何も心配することないさ。ほら、まずは顔を洗って。まるで野良猫みたいだぞお前。俺はその間にもう一枚船のチケットを買っておくからさ。うん。あ、そうだ、ずっとちびっこって呼んでたけど、お前、本当の名前は？あたし、アンジーナ。え？何？まあ、後で聞けばいいか。ねえ、チキちゃん、どこにいるんだ？すばしっこい野郎だ。くまなく探すぞ。ごめんね、テリー。私、一緒に行けない。さよなら、テリー。こっちよ。あっちだ。お客様にお知らせいたします。本船は間もなく出航のお時間となります。まだお乗りでないお客様は急ぎ乗船手続きをお願いいたします。くそ、口の固いガキだぜ。私、死ぬのかな？テリー、私の名前を忘れないで。
行きたいか。はい。結構。車に乗せろ。ようやく会えた。選手の皆様、今夜は豪華客船で盛大なパーティーを開催いたします。 KOF は試合が残ってるのに急にパーティーだ。を迎えました。隊長からの伝言だ。先に乗り込んでタイミングを見計れ。おい、客船はどっちだ。案内してくれよ。やめろ。友達だからだよ。ほっとけるわけないだろ。同じのでいいよ。そのソースの組み合わせ俺だけかと思ってた。一緒に逃げましょう。誰も知らないところへ。私本当はち…お前あの時の…やっと気がついたね。乗れた狼だ。無様な。お前の大事なギースタワーはおしまいのようだな。貴様ら欲も死ね。
なかなか面白い技だ。だが所詮はただのコケ脅し。お前だけは許せん。究極の奥義を見せてやる。あの構えは、は、悪あがきよ。父さん、ついに仇を取ったよ。やっと終わったか。いや、まだだ。あれ、もしかして君、忘れもしないよ、愛くるしい瞳の可憐な女の子。今回の KOF で大活躍してる女格闘家、坂崎ゆりちゃんだよね。そうだろう。格闘家って私のこと？そうだよ、坂崎家ただ一人の女格闘家。あれ、あなたお兄ちゃんの言ってた、そうさ、宇宙ナンバーワン最強のハンサムボーイ、世界中の女の子をメロメロにする二階堂ベニマルとはこの俺らの。ユリちゃん、ごちそう餃子取ってきたで。うわ、私の大好物ばっかり。なあ、こんなおかしなやつ相手することないねんで。はあ、ワッド、男らしくて美しい俺様を捕まえておかしなやつとはなんだ。お前こそ服も髪型もめめしいんだよ。ワイがめめしやと？アールと呼ばれる謎の男の正体はおそらくルガール・バーンシュタイン、闇社会の武器商人にして財閥のボス、そして凄腕の格闘家だ。奴は天才的ともいえる格闘センスと、勝つためには手段を問わない残忍さを兼ね備えている。世界中の猛者と戦い、未だ負け知らずだ。ギースはその手下か？いや、互いに利用し合う関係だった。ルガールは裏で KOF に絡んでいる。 KOF に世界中の一流格闘家を集めて何をする気だ？アメリカ軍から盗まれた国章はどうやら謎の力を秘めているらしい。膨大なエネルギーを吸収することができる上、特殊な放射線を放って人間の潜在的な戦闘能力を短時間で引き出すんだ。ただしこの放射線には副作用がある。特徴の影響を受けた人間は一人残らず理性を失い、凶暴化して死ぬまで戦い続けることになるそうだ。ルガールはおそらく客船に罠を仕掛けている。あ、だったら急がなきゃ。そろそろ始めろ。ったく
く、あのバカ、どこに行っちゃったのよ。もう見つけたらただじゃおかないわ。おいおい、誰だよ、グラスをひっくり返したやつは。お兄ちゃん、お父さんは？ん？親父なら食い物に当たってうちで寝込んでるぞ。嘘だ、私たちに負けたのが悔しくて来ないだけでしょ、いじっぱりな。親父を悪く言うな。言うも言うも言うも、よっしゃよっと、よっしゃ、うど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 う。なあチョイ、お前料理人を目指したらどうだ、足を洗って。え、肩着になれるでやんすか。なれるとも、過去にどんな悪事を働こうと関係ない。真面目に修行を積んで正しい心を手に入れるんだ。そうだ、これから人生の全てを修行に捧げろ。まず片足立ち始め。え、今から。ロシ、ハイデルンたちはもうすぐ着きます。ですが何か嫌な予感が。うん、アテナのサイコパワーで見てもらうとするか。この食いしん坊。あ、アテナ、何か感じたのか。邪悪な気配にサイコパワーが抑え込まれた。オロチの力だ。何やってんだ。すまんな。ほら。ちょっと、リョウさん。何すんだよ。おい、ちょ、部屋が乱れちゃうだろ。ったくもう。あれ、今日は探してくる。お？なんなんだ、大門。まずい、みんな逃げろ。眠いよお兄ちゃん。ユリ、
ルガール様、準備が整いました。会場のドアを開けろ。ロシ、どう思います？さあな、ここは奴らの本拠地じゃ。わしら格闘家を一箇所に集めた理由を知るには様子を見るしかない。これは何の匂いじゃ？いかん！何や、みんなどこ行って動き始めたようだな。どういうことか状況を確かめよう。みんな息を止めろ。まだガスが漂っておるぞ。うん、手分けして探しましょう。うむ、お主も気をつけるんじゃ。ネズミが袋に入ったようだ。あ、ベリマル、クソ、閉じ込められたのか。ダイモン、ベニマル、俺だ。お前らどうした？許せ、ダイモン。アメリカンスポーツチームの時と同じ。
アテナ、何か分かったか。この人たち、本体の意識は眠ってるらしくて繋がれないんです。黒い彫刻も見えました。意識はそこに封印されてるんだと思います。なるほど、その彫刻が鍵じゃな。なんとかしてサイコパワーを貯めるのじゃ。ケース手伝え、時間を稼ぐぞ。はい師匠。何も怖ないで、この俺がアテナを守ってるから。何かが気の力を阻んでおる。じゃがお前は集中して力を貯めろ。ここはわしらがしのぐ。どうしたんだベニマルは。何も覚えてないのか。国章の力は予想以上にヤバいな。おい色男、髪が乱れてんぞ。髪が乱れてるって、ああ、イケメンが台無しだぜ。乱れ髪もイケてる、さすが俺。大丈夫みたいだ。それにしてもなんだこの部屋、こんな安っぽい控え室あるかよ。ソファーも酒もない。主催者は何考えてんだ。オーマイガッド。まったく。あ、もしかして監禁されてるの。はあ、やっと気がついたか。誰の仕業だ、出てこい。おいこら、こんな美しい俺様を閉じ込めるなんて、根性叩き直してやる。バカなことほざいてる暇があったらさっさと出口を探せ。こんな檻で俺を閉じ込められるわけないだろ。一発でぶっ壊してやる。雷光剣。これくらいで勘弁しといてやるか、今日のところは。なんだ、ふわっと。バカ野郎、お前が暴れたせいで何かが反応したぞ。俺のせいかよ。その話は後だ、上に逃げよう。行け。ダイモン頼むぞ。
これからどうすんだよ。出口を探すさ。それにしてもお前、いつも偉そうなこと言ってるくせに、あっという間に捕まるとはね。だってまさかパーティーで。そういうとこが抜けてるんだよ。何が宇宙ナンバーワンだ。だってさ、あんな卑怯な真似するやつがいるとは思わないだろ。だいたいな、一人だけちゃっかり逃げ出したやつに言われたくないね。まったく。俺が助けてやらなきゃ、今頃お前野良犬みたいに人を噛みまくってたぞ。誰が野良犬だ。お前だよ。お前だろ。弱い犬ほどよく吠える。何、キス様が。一体何があったというんだ。テリー・ボガードって野郎が仲間を引き連れてギースタワーを襲った。しかもそのうちの一人がギース様のパソコンからデータを盗んだ。下手すると感づかれる。そいつはハイデルンといって国際刑事だ。ハイデルン。国際刑事か。ビリー、そいつらをギースのところへ送ろう。ああ。隊長、我々も追いかけますか。いや、彼らは大丈夫だ。こちらは早くブリッジを探し、国章の証拠を押さえよう。この船も航海に戻さねばならん。うん。一緒に行こう。離れるな。前、出てこい。いい加減にしろ。前。さっきアンディは左に行ったな。俺たちも左だ。ちょっと待てよ。
役だよ。なんだ、女王チームの可愛いロリッコか。いきなりなんだよ、リング外じゃ女とはやらねえ。人間は一人残らず理性を失い、凶暴化して死ぬまで戦い続けることになるそうだ。私はキング、用心棒だ。仕事をして金をもらう。私にとって用心棒とは他の仕事と何ら変わりない。
じゃあ、姉ちゃんがいいもの持ってきたよ。嫌い？ここにいたくない。うちに帰りたい。手術が終わったら、すぐ退院できるよ。本当？いつ？これが、今月の治療費の明細だ。お金ができたら、早急に手術にかかった方がいい。これ以上長引かせては、あの子の体が持たないだろう。お姉ちゃん？雪が降ったら、家に帰ろうね。絶対だよ。それならクリスマスの模型展に間に合う。やったー。弟のためにも約束は必ず守る。ボス、金はいつもらえるの？心配するな。今回の仕事が終わったらこれまでの分と一緒に払ってやる。その言葉ちゃんと覚えときなよ。坂崎亮明、今日が奴の命日だ。お前に任せたぞ、キング。お兄ちゃんがきっと助けに来るんだから。来ない方がいい。来る。ここに乗り込んできて私を助け出してくれる。はっ！はっ！おりゃ！きっとお兄ちゃんだわ。もし誘拐されたのがジャンだったら、きっと私も何があろうと助けに行くだろう。ここよ、助けて。ユリ、安心しろ、今行く。助けたいならまず私を倒すんだ。まさか女とは。来い、邪魔する者は全員ぶっ倒す。この男はまっすぐな目をしている。そして雑念がない。感じるのは強い意志のみだ。私をあんな雑魚どもと一緒にするなよ。気をつけて。心配するな、兄ちゃんが必ず助け出す。お兄ちゃんがきっと助けに来るんだから。お前は俺に勝てない。俺は絶対にユリを助け出す。弟のためにも約束は必ず守る。お兄ちゃんがきっと助けに来るんだから。兄ちゃんが必ず助け出す。覇王昇降拳。雪が降ったら家に帰ろうね。絶対だよ。こんなに早く雪になるなんて、ジャンががっかりするね。お兄ちゃんありがとう。全部終わったんだね。なぜ私を殺さない？ああ俺にもわからん。だがなんとなくお前はここの人間じゃない気がした。目が他の奴らと違う。お兄ちゃん、怪我大丈夫？お前な、助けてやったお兄様になってこと。もうギャーギャーうるさい。ねえお兄ちゃん、お腹すいた。彼らの強みに気づいた。私とジャンの人生にも他の道があると。Thank you.
京さん、京さん、おい急に止まんなよ。京さん、京さん、アテナです。アテナ、そっちはどうだ。ちょっとトラブルがあったけどもう大丈夫。消えた格闘家たちに気をつけて。ああ、国章に操られているようだ。だが国章を壊せばみんな正気に戻る。京さんからそう離れていない場所に邪悪な魂のエネルギーを感じます。多分十字の方向、200メートル先。わかった。あの国章ってやつ、あんなに力がアップするなんて一体どうなってんだ。何にしても彼女たちを倒さなきゃアンディを助けられない。パワーウェーブ、アッパに曲がって、そのまま進め。ああ、もう頭くるな。あちこち埃まみれじゃねえか。黙ってろ。そこです。私が感じた邪悪な魂の力はその先から来ている。足を伸ばせる。
お前睨まれてね、金でも借りた。そうか、あのロリックに手出したな。ユキにいつけて国章で凶暴化してるんだ。え、凶暴化？マジかよ。おいロバート、おーし、上手て、はっ、ゲッグ人客、稲妻三段蹴り、どう、てめえの相手も俺だ。この中で最強だからな。雷神キック、大胆、彫刻を壊せ。二人は俺が、よくもこの美しい顔に傷をつけやがったな。マジ許せん。凶暴化してると言っただろ。お前は寮を引き離せ。やだね、こいつは俺が倒すんだ。ったく、あのバカ。よかった、もう生きて会えないかと思ったじゃねえか。痛いよ今日、テリーたちがいたぞ。助かったよ、ありがとう。俺には？うん、怪我はひどいのか。ハイドルは？船に来てすぐ別れた。おそらくブリッジに行ったはずだ。全ての答えはブリッジにあるようだ。ベニマル、ダイモン、お前たちはみんなを守れ。俺は上に行く。おい、天才パートナーを連れて行かなきゃダメだろうが。ここはダイモンだけで大丈夫。いつ何が出てくるかわからない。それにあの怪我を見ろよ。お前みたいな知性と美貌を併せ持つ一流格闘家がいないとダイモンだけじゃ無理だな。あダイモン、うん、嘘ってバレバレだよ。実際今の俺じゃ役に立たないのはわかってるし。ああ仕方ねえや、怪我人の面倒を見るとするか。今日負けるなよ。お前が負けていいのはこの俺だけだ。分かってるよ、バーカ。待て、今
俺も共に行く。でもその怪我じゃ大丈夫。わかった。兄さん気をつけて。開きました。ルガール様、装置は用意できてます。予定では集めた格闘エネルギーをあの方に持っていくはずですが、なぜまだ残して。私に指図する気か。いいえ、ちょっと心配で。させる方法さえ分かればよいのだ。そうすればあいつなど敵ではない。この私がついに世界最強となるのだ。はい、さすがルガール様。ゆっくりとこっちを向け。動くな。動くなと言ってるだろう。お前がアールか。二人だけか。そうだよ、おっさん。あんたの目は節穴か。見りゃわかるだろ。変わった趣味してんな。世界で最も完璧な芸術品だ。君にはこの価値が分かるまい。日の光には夜の闇の深さが永遠に理解できない。それと同じことだ。だが構いはしない。もうすぐ君たちも芸術品の仲間入りだ。何を寝ぼけたこと言ってやがる。一
を殺すという行為は経験を積むにつれ神聖なものと、私のコレクションに加わることができて光栄だと思え。ギースの烈風剣。カイザーウェイ。お前たちは弱すぎる。これで終わるとは。この証拠さえあればついに奴を逮捕できる。船内の監視カメラを全て起動させろ。クラーク、今すぐ本部に連絡だ。応援を要請してくれ。こいつらは私に倒された世界中のゴミクズどもだ。イカれてる。国章で KOF 参加者の理性を奪い殺し合わせたのもこのためか。これを作るためだったのか。いやいやいや、それは私の好みじゃ。何が強いもんか。構造になればそんな憎まれ口も叩けなくなるぞ。カイザーゴーストハンター。ハイデル、舐めた真似をしてくれるじゃないか。しかし私のカイザーウェイブを弾くとは偉いぞ。褒めてやる。私は貴様を倒すことだけを考えて生きてきた。お前ごときそれができるかな。
せめてもの情けにそれぞれの技で引導を渡してやろう。まずお前からだ。はい、次は最後は三種の神、草薙流の継承者、天才格闘家。残りは俺だけだ。もったいつけんな、悪趣味親父。小僧めが、死に際に来たまで生意気な。課長戦に。覚めるとは。どうやら国章はお前たちの力を奪いきれなかったようだな。に来たんだこのバカ。バカだと？お前があのおっさんにやられてるって聞いてわざわざ助けに来たんだろうが。大きなお世話だ。まったく無駄口の多いやつばかりだな。まとめて死ね。ラルフたちは1階の甲板で待ってる。もうすぐ応援も来るってさ。悪趣味なだけかと思ったら意外と強かったな。けどここ瓦礫の山だな。一人も逃がすものか。私が負けるはずがない。我が体内のオロチの血と融合するのだ。最強の体を器に無限の力を呼び覚ませ。オロチの血が国章の凶暴な力と溶け合ってるわ。早く止めなきゃ。なんと素晴らしい。これが不死不滅というものなのか。神の力を手に入れたぞ。なんて速さだ。ないじゃないか。
あの女の仕業か。おいおっさん、探し物なら後にしろ。俺の時間を無駄にすんじゃねえ。ゴキョウ、ふざけんな。負けんなよ。お前が負けていいのはな、このベニマル様だけだ。キョウ、起きろ。キョウ。キョウさん、あなたが頼りなんです。私を止められる者はもういない。ハハハハハ。カモンカモン、お前ごときだ。私たちは、おいバカ野郎、ほら起きろ。情けねえぞ。あんなやつ倒せねえのか。誰だ。仕方ねえな、よく見とけ。なあ、そうか、ならばまとめて死ぬがいい。ん？てめえの相手はこの俺だ。新しい力に目覚めたぜ。私は神の力を手に入れたのだ。貴様など敵ではない。神が相手だからどうした。俺の炎でてめえを燃やし尽くしてやる。ホットプレス。もう大丈夫だ、心配ない。全員無事に避難できたのか。
そうか、よかった。誠意満ち溢れた。逃げろ。それでは戻るとしよう。はあ、やっとこそ帰れるよ。俺疲れた。一人で全部やりましたみたいに言ってんじゃねえよ。なんだとこの恩知らず。俺たちが助けてやったからあいつを倒せたんだぞ。そこんとこ忘れんなよ。他のみんなは助けてくれたけど、お前は。なんだよ。やめとく。おい、俺はどうなんだよ。はっきりと言え。ベニマル様がいなきゃ自分はとっくにボロボロになってましたってな。